さんこんにちは、さやさのころです。今回はですね、4月21日に募集しました今回の中間報告をしたいと思います。はい、なんとですね、コンペたくさんの方にご応募いただいております。それに伴いというわけではないですが、こちらとしましてもできる限りいろんなことに準備をしたいと思いまして、景品とか協賛品とか頑張っております。そこでいくつかね、動画がね、協賛してくれるメーカー様から届いておりますというか、私が撮りに行ったんですが、撮りましたのでそちらを見てもらいたいと思います。山木さん、はい、実はですね、4月の21日にコンペを開催することになりました。おめでとう。ありがとうございますでですね、前回大阪でコンペしたじゃないですか、うん、あの時に宮舘さんがキャディーバッグを出してくれて、もう女子がキャーみたいな悲鳴が上がってマジですかみたいな、しかも2つ出してもらったんですよね。白と、そう、今回もなんか女子が悲鳴を上げそうなものをプレゼントしようか、悲鳴上げそうなものを協賛してくれないかなというずうずうしいお願いに。キャディーバッグじゃないのがいいですよね。いや、でも、もう何でも大丈夫です。ドイツです。そしたら、はい、コロちゃんは、うちの服、はい、全部こうやって着てます。今日も撮影なんですけど、全部着てるから、どれが可愛いのか分かるじゃないですか。分かります。なので、はい、その選ばれた方に、コロちゃんがコーディネートしたい。お、純六の服を、純六の服を、トータル、上から下まで、その子に似合うやつ。おお、すごい。それをプレゼントするのをうちが協賛するっていうのはいかがでしょうか。すごい、新しい。あー、めっちゃいい。ってことは、じゃあお買い物に一緒に行く、ちゃう、いいですね。じゃあこうしましょう、はい、そこを YouTube でも撮りましょう。おお、ってことは当たった方は一緒に私と買い物に行って、小田急ハルクで全身コーディネートを組んでお買いいただく。おに行く YouTube 動画に出演してもらいたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。いいですか、本編頑張ってください。私も応募しようかな。応募してください。応募してください。ありがとうございます。豪華景品ゲットしました。おはようございます。あ、おはようございます。さきさん、この間はありがとうございました。いやー、ヤマハさんのイベント、はい、大盛況でしたね。ありがとうございました、おかげさまで。でですね、はい、そんなね、イベントの後に申し訳ないんですが、はい、どうしてもお願いがありまして、どうしても実は4月の21日、はい、コンペ、はい、やることにしました、はい、関東第1回目なんで、はい、ちょっとどうなるかすごい心配なんですけども、成功させたいなってのがありまして。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、いや、ザーじゃないんですよ。ザーじゃないんですよ、はい、そこで、はいはい、コンペといえばですよ、はい、景品があるじゃないですか、はいはいはい、でやはりドライバーとか結構華々しい景品があると、はい、コンペとしても箔がつくなってことがありまして、そのお願いにやってまいりました。あ、なるほどですね、はい、じゃあドライバーをじゃあ1本、はい、プレゼントします。ありがとうございます。商品にさせていただきますので、それはあと女性のドライバーです。女性でもドライバーでも、女性でも男性でもドライバーで、どちら。今回ですね、はい、女性のイベントだけじゃなく、はい、いつも女性のイベントが多かったんですけど、はい、今回男性も呼ぶんですよ。男性もなんで、男性と女性に1本ずつっていう、はい、おお、すごいですね。すごいですよね。すみません。ちょっと違うなってますけど。あ、すみません。じゃあ2本。2本。男性用と女性用。はい。はい。な、でもせっかくなんで、はいはいはい、プレゼントしますけども、自分にやっぱり合ってるドライバーを使ってほしいので、うんうんうん、ここスタジオ、フィッティングスタジオ、はい、東京の泉岳寺、高輪の泉岳寺。ありますので、ぜひフィッティングに来ていただいて。おお、っていうことは、はい、当たった方は、はい、フィッ
ィッティングに来て自分に合ったもので、はい、その後ゴルフとして使っていただきます、はい、すごい、いいんですか、はい、やばい、初めてです、そんななんかコンペの景品でフィッティングついてますって聞いてます。あ、そうですか、はい、私今までないかも。あ、本当ですか、はい、インプレスとリミックスあるじゃないですか、はい、どっちでも大丈夫、え、どっちでもいいですか、はい、え、メーカーの中からあった1本を選んでいいですか、いいです、マジですか、はい、女性は絶対 UD プラス2のこれとかじゃない、しっかり振られる方もいると思いますので、うん、メンズのクラブの中から選んでいただいてもいいので、女性1人、男性1人、やばい、はい、やばい、本当に大丈夫です、すごいの、すごいの出ちゃいました皆さん。ヤマハさん、ドライバー男性女性1名ずつにプレゼントします。しかも自分に合った1本を当たった方は選んでもらえます。大丈夫ですか、大丈夫です、はい、ちょっと上の上の上とかに聞かなくても大丈夫ですか、はい、確認しておきますヤバー、超嬉しい、ありがとうございます、はい、皆さんこんにちは、サイルサココロです。今日は前にも出演してもらった大会山ゴルフにおねだりしにやってきました。早速行ってみましょう。北さんにお願いしにやってきました。あのアングルからだったパターンもあるの、実はですね、4月の21日にコンペをすることになりました。景品が欲しいなって思って、景品を豪華にしたくお値段に上がりました。杉田さん、そばで見てください。わかりました、あ、やったやったもちろん、だって今フォロワー数がすごいですから、なんかじゃあ大会今ゴルフクラブからやったー、なんか考えましょう。富田さんがドドンと奮発していただきました。なんと景品はこのヘッドカバー1,2,3,4,5 の2色、はい、ティーとかを、まあ、ティーとかピンとかゴルフの小物をたくさん入れるカンカンをプレゼントしていただけることになりました。なんとさっきこれに大会山ゴルフって書いてないんですかって聞いたら、ここに可愛く書いてありました。大会山ゴルフクラブ、お店なんですね。そうですよ、あ、なるほど、はい、かわいいです。ではこのこれを当日コンペ皆さんゲットしに来てください。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ他のメーカーさんからもご協賛いただいております。で今回少ないんですが、紹介したのはまだ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 たくさんあります。なのでどんどんね、紹介できるところで紹介していきたいなと思っております。はい、で協賛以外にも試打会があったりとか、あと体験型ブースみたいなのも今回企画しておりますので、そちらもコンペの上がった後の待ち時間ですとか、まあ、朝体験できるものもありますので、そちらもぜひね、皆さん試してもらったり体験してもらえたらなと思ってます。でですね、いくつかあと決まったことがありますので紹介していきたいと思います。よくコンペではドレスコードがありますが、今回悩んだんですよ、まあ、ECC の時に関西でやったコンペなんですけど、時にピンクにしたんですね。で他のコンペのやつとかも参考にしたんですが、どうしようかなどうしようかなと思って、もうここは自由にしようということになりました。理由は、まあ、みんなが本当に好きなゴルフウェア、今着たいと思うもの、こういう風にコーディネートしてますよ私っていうのを見たいなと私が思いまして、今回ドレスコードは自由とします。なんで写真に映えたい方はバンとした目立つウェアで来てもらえると嬉しいです。はい、あとその他に決まったことが何個かあります。イベントホール、今回準備しているんですけれども、3箇所イベントホール行います。そこにリンゴルフに出てる演者ですね、演者というか、まあ、リサちゃんとかジュンちゃんとか今回来てもらうゲストの方々がいます。でその3つの箇所で皆
皆さん写真撮ったり、イベント楽しんで会話したりしてもらえたら嬉しいです。で、あとドラコンやります。ドラコン箇所は1つ、はい、でこれは男女別とします。ドラコンが無理だなと思う方がたくさんいると思うので、そんな方のためにドラダンというホールを作りました。一番飛ばなかった人に賞をあげます。ですがここはちゃんとドライバーを使ってください、はい、これは男女一緒となりますので、一つのフラッグに刺してください。自分がもっと短かったよみたいな。ニアピン、はい、これは4本準備してます。ニアピン4本です。これも男女一緒となります。ニアピン近かった、フラッグに近かった方はどんどん刺してくださいね。でさらに決まったものとしまして、今回太平洋実りで行うんですけれども、ショットガンスタートになります。今のところ4箇所か6箇所で悩んでまして、そこは運営の方と今話して、どちらがよりスムーズにいくかとか待ち時間のこともありますので、まあ、こんな感じでコンペの中間発表となりますが、応募期間が今月末までになっておりますので、皆さん、どしどしご応募お待ちしています。はい、で今回は何しようかな、コメント欄コンペに行く意気込みなんかありましたら、ぜひここに書いてみてください。リンゴルフのコンペ楽しみにしてますでもいいですし、みほちゃんとドライバー対決したいですでもいいですし、まあ、何でもいいです。じゅんちゃんの新プレーが見たいとか、まあ、何でもいいので、コンペに関することがありましたら書いてください。はい、以上になります。皆さんのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では。